今回は、コントロールネットのデプスのポーズ集を利用する方法について解説します。ぜひ最後までご覧ください。では早速ですが、まずはシビット AI にアクセスします。シビット AI のサイトには、画像を生成するときに利用するモデルがまとめて掲載されています。そしてこのサイトに、ポーズ集も公開されています。そのため、今回はこのシビット AI のサイトを利用します。 シビット AI のサイト URL は概要欄のリンクに貼っているのでそちらを参考にしてみてください。シビット AI にアクセスしたらまず、モデルズと書かれているテキストをクリックします。そうするとモデルの一覧ページが表示されるので、表示する一覧のフィルターを設定します。まず、対象期間をオールタイムに指定します。次に、表示するタイプをポーズに指定します。これで、 公開されているポーズ集が一覧で表示されます。この中からお好きなポーズ集を選択します。今回はこちらのポーズパックコレクションを選択します。詳細ページが表示されたらダウンロードと書かれているボタンをクリックします。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍するとこのように画像ファイルがまとめられています。これらの画像は大きく分けて2種類のパターンがあります。 一つは、このように女性がポーズをとっている画像です。これに対して、もう一つのパターンは、このように黒い背景に、グレーのグラデーションで奥行きを表現している画像です。この解説では、このグレーのグラデーションで表示されている方の画像を利用します。それでは早速、画像を生成していきましょう。この動画では、転送アートというサイトを利用して画像を生成していきます。まず、 転送アートにアクセスします。転送アートへのリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたらサインインをクリックします。いくつかサインアップの方法はありますが、Google アカウントを利用するのが簡単なのでおすすめです。Continue with Google をクリックします。そうすると、アカウントの設定画面が表示されるので項目を設定していきます。 ニックネームは自動で割り当てられますが、変更も可能です。ディスクリプションは特に入力する必要はありません。セーブをクリックします。そうすると、転送アートのアカウントが作成されます。これで、転送アートにログインできました。それでは早速、転送アートでの AI 美女の作成方法を確認していきましょう。まず画面の上にある検索窓に、モデル名のキーワードを入力します。 今回は、ビューティフルリアルと入力します。一致した候補のリストの中から、ビューティフルリアリスティックアジアンズのバージョン5を選択します。そうすると、選択したモデルの詳細ページが表示されます。詳細ページが表示されたら、実行と書かれているボタンをクリックします。そうすると、転送アートで画像を生成するための設定画面が表示されます。それでは早速、画像を生成していきましょう。 この動画の概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、パラメーターというタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、転送アートの画面に戻ります。転送アートの画面に戻ったら、プロンプトと書かれているテキストの右側にある、生成パラメーターのインポートをクリックします。そうすると、先ほどコピーしたテキストがテキストボックスに貼り付けられた状態で、 ポップアップ画面が表示されます。このポップアップ画面が表示されたら、確認ボタンをクリックします。これで画像を生成するための設定が、それぞれの項目に反映されます。パラメーターが反映されたら、次に生成ボタンをクリックします。これで画像の生成が開始されます。画像の生成には、数分程度かかります。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。それでは、 この画像に対して、先ほどダウンロードしたデプスのポーズ集を適用していきましょう。コントロールネットを追加、と書かれているボタンをクリックします。そうすると、転送アートで利用できるコントロールネットの種類が一覧で表示されます。この一覧の中からデプスを選択します。デプスを選択したら次に、設定画面がポップアップで表示されます。この画面の、前処理済み画像。 と書かれているテキストを選択しますそして、この部分に先ほどダウンロードしたポーズ集の画像をドラッグドロップでアップロードします。アップロードする画像はグレーのグラデーションで奥行きを表現している方です。これは、このポーズの写真をデプスで利用するために、事前に処理されている状態の画像です。アップロードが完了したら、確認ボタンをクリックします。これで、 コントロールネットのデプスを利用してポーズを指定することができました。それでは早速画像を生成していきましょう。生成ボタンをクリックします。画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。元の画像のポーズとは完全に一致していませんが、ほぼ期待通りのポーズになっています。それでは別のポーズも試してみましょう。 デプスで指定している画像を変更します。具体的には右側にある編集のマークをクリックします。そうするとデプスの設定画面がポップアップ画面で表示されます。現在指定している画像を削除します。画像を削除するにはゴミ箱のマークをクリックします。次に新しく指定したい画像をドラッグドロップします。今回は このポーズの画像の前処理済みのファイルを選んでみました。確認ボタンをクリックします。生成ボタンをクリックして、画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、頬に手を当てたポーズになっています。それではもう一つ、別のポーズを試してみましょう。先ほどと同じ手順で指定しているポーズを変更します。 今回はこのポーズを指定してみました。確認ボタンをクリックします。生成ボタンをクリックして画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。このように公開されているポーズ集を利用するといろんなポーズの美女を楽しめます。ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思った方はぜひ チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。